ほんまん怖い、ほんまん怖い、ほんまん怖い。これ、これ、あかん、俺、工事恐怖症やから無理や、俺、これ。そんなん言うてません、先生や、さっき。いや、こんな高いところ、お前。すごい。エディちゃう、これは真剣にやらなあかん。真剣にやらないといけない。では、最初のクイズ、スタートです。まずは、漢字を使って、あるものを表現した漢字イラストクイズです。遠藤さんへの問題です。俺からかい。はい。この漢字イラストは何を表しているのでしょうか。表示、ほら、もう全く分からない。分かるでしょ。ちょっと待って、全然分からない。消火器。三数数違うやろ。表示、何？ほら、ちょっと簡単です。ほんま分からへん。ちょっと。三数数。わけわかんない、どうしよう。落ちが来た、落ちるって危ない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 、足し算じゃんじゃん来た、ちょっと全然分かれへん、パスしてください、パス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 、もうパス、もうパス、電卓ですよ。ちょっとごめん、ただいまの問題の正解は絶対分かんない、ほら電卓でした。いやもうないですって。どうでもいいけど俺めっちゃ短くなったぞ。遠藤さんの命の棒、残り70センチです。うわー、110センチも切りましたや。うわー。篠田さんへの問題です。何を表しているのでしょうか。東京タワーじゃなくて、なんだろう、軸があって棒があって、人の上に軸。もうパス使われへんからな、一回しか。ですか。パスしたいんだけど。あれか。あれや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 。あれだ。あほら、あとコンパス。あれや。分度器。しのちゃん、しのちゃん。お来たぞ来た。しのちゃん、ちょっと待って。あれ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 。あれあれ。嘘。嘘？パス。パス。マジか。マジか。村上。ごめんなさい、マジでごめんなさい。村上。なんすか。マジや。マジやこれ。うわわ、もうパス使ってた。うわこれ、これちょっとこの3人何これ。ただいまの問題の正解は一輪車でした。パスはもう使えません。すいません、これ次分からなかったらもう助かる。ちょっと頼むぞ。篠田さんの命の棒、残り87センチです。村上さんへの問題です。はい、何を表しているのでしょうか。はい、これは分かった。これは分かった。これは分かった。正解です。これは分かった。答えは金魚すくいでした。はいはいはい、そうだね。村上さんの命の棒、残り176センチです。ほとんど減ってないね。すごいです。続いては。不思議な絵の中に隠されたあるものを探すトリックアートクイズです。例題、よし来い。遠藤さんへの問題です。はい、お願いお願い。隠れているものは何でしょうか。自転車、一輪車、自転車。よしよしよし、これがいい、これがいい、よしよしよし、これがいい。正解です。はい、答えは自転車でした。そういうことですよ。ああ、これは分かりやすかったですね。遠藤さんの命の棒、残り61センチです。篠田さんへの問題です。はい、頼むで。隠れているものは何でしょうか。電話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 。正解です。答えは電話機でした。篠田さんの命の棒、残り68センチです。短いな、俺もこの下絶対落ちたくないな。やだやだ。村上さんへの問題です。怖いな。隠れているものは何でしょうか。トモ。おお、すげえ。わあ、すごい、分からなかった。ああ、トモやな。トモでしょ。村上くんすごい。村上くんすごいわ。正解です。答えはトンボでした。セーフです、セーフです。村上さんの命の棒、残り155センチです。よし、まだある、まだある。このペースは保ってます。でもこっから逆転したらかっこよくない。かっこいい。いや、これで落ちずにいけたら。そうだな。
遠藤さんへの問題です。はい、もうこれもガッチリ。誰と誰の顔でしょうか。はい、篠田ちゃんと違う、坂下千里子ちゃんと辻ちゃんと辻ちゃんと篠田さんじゃなくて違うのこれ誰これ変さ変ささん脱出失敗です。しっぽんごといた。ただいまの問題の正解は相田翔子さんと辻のぞみさんでした。やばい、俺もこれやばいわ。いや私も分かんなかったです全然。篠田さんへの問題です。誰と誰の顔でしょうか。マジ頑張って。うわ、春菜さんと北陽の人。北陽なんだっけ。北陽の人。頑張って。なんだっけ北陽の。マリちゃん。マリちゃん。北の方、北の方。北の方とかないよ。北の方。そんな分かり方しないよ。ちょっとマリちゃん頼むって。やる。マリちゃんで。やる。マリちゃんで。やる。マリちゃんで。やる。嘘。嘘や。篠田さん脱出失敗です。マジか。こんなありますか。ちょっと紙に孤独すぎますよ。こうあとだって一人で。村上さんへの問題です。はいはい、容赦ないですね。誰と誰の顔でしょうか。うわー、これやるな、これやるぞ。ガダルカナル高さ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。分かった分かった、分かってんねん、分かってんねん、分かってんねんって。山本ほらさん。嘘！嘘！ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、わかった。内田、内田、内。嘘！ちょっと待って、待って。うわうわ、落ちるぞこれ。やばいやばいやばい。誰誰誰？全然わからない。全然わからない。可愛い人。ちょっと待って、いやいやほんまあかんか。ちょっと待って待って待って。待ってって待ってって。ちょっとあかんかんかん。待ってって。わからんわからんわからんって、わからんって。辺見えみりさんとガダルカナルタカさんでした。たった一問で奈落の底へ脱出失敗。ファーストステージ脱出成功者ゼロ、したがって賞金もゼロ。